にちは、シュです。今回はジルレガート使って闘技場3やっていこうかなと思います。リーダースキルが悪魔タイプの攻撃回復2倍、ドロップ操作1秒延長、闇か光の5個十字1個につき攻撃 2.5 倍だね。で、ごめんなさい、スキルレベル上がってないんだよね。ちょっとごめんなさい。でも超覚醒はつけといた。バインド耐性だね。で、ちょっとね、冒険者の人でいたんだけど、めちゃめちゃ強い。レベル110でスキルまで、バインド耐性で神キラー2つ。いや、結構、フレンド1人もいなかったんだよ。この冒険者の人いてさ、これは勝っときたい。やります。あ、で、みんなやった？このジルレガート降臨。なんか全然倒し方わかんなかったんだよ。もしかしたらこの動画上がってる頃には倒し方みたいなのあんのかもしれないけど、すげえ難しくてさ、倒し方。なんか片方倒しても生き返ったりして、なんか全然うまく倒せなかったんだよね。オッケー。いや、結構難しいな、パズル。うん。で、欠損か。アヌビス使っちゃおうかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。闇のね、十字2つでもいいんだもんね。いや、結構この人マジ神だな。アヌビス使、いや、これなんだっけ、色。ドロップ6解除変換で毒と回復かな。ちょっともう一回後で使います。毒か回復をジルレガート変えたと思う。ジルレガートなんだもんね。ジルレガートって言っちゃう。こう組んで、こう組んで。うん、いいのではないでしょうか。いいね。これでいけるはず。で、これ、リーダーがね、リーダースキルで1秒延長。で、1秒1秒で2秒。で、操作時間が、片方1秒。ね、日本語変だな。とにかくリダフレで7秒確保できてんだよね。なんで、すげえ、すごい指がある。これ使ってみようか。十字2つ？十字2つでいけるかな？やってみます。多分でも無理なんじゃないかな。いってほしいけど、光落として、待って待って。いやー、ごめんなさい。パズルひどいね。いや、無理か、これだと。そんなに強くないのかな？十字3つないと。あ、でもいけるんだね。落ち込みが乗ったっていうのもあったけど、いけた。オッケー、ナイス。で、ここ、あんまナイスじゃないね。こいつ毒落ちてくるから。いや、勝っときたいなー、ここで。どうなんだろう？やっぱサブっていう印象がすげえある。わー、で、これは消したくない。うん、なんかサブ向きだね、ほんとに。ナイス。降臨はね、あれ難しいっていうのかな？なんか難しいとかわかんない。今現状だと全然わかんなくてさ。で、これ光温存します。うん。おー、すげえ。いいね。この L 字消し。こういうの狙ってできたらいいな。で、色来て。オッケー、ナイス。なんかジルレガートあれ、なんだろう、右倒して左倒して真ん中倒すのかな。なんか蘇生とかも本当にわかんなかった。オッケー、ナイス。やべえ、喋りたいことあるんだけど全然喋れねえな。いいんじゃないでしょうか。これで。やべえ。全然喋れない。ナイス。結構集中しちゃう。で、コットンとセッション丸、風神継承だね。さすがにここで行くのは怖いな。一回色呼びます。これ、ジルレガート降臨の時でも言ったんだけどさ、さっきアメトーク見てたんだよね、アメトーク。で、運動神経ない芸人でってたんだよ。あれ、やばくない？なんか。なんか日常に、日常に支障をきたすレベルのあれだよね。でもスキップできない人ってたまにいるよね。私はできんですよ。できんですよ。いや、別に自慢になってないな。スキップね。でもあれ、リズム感とかそういう問題じゃないんだよね。多分、スキップに関しては。オッケー。で、待って、ここでだいぶ下ってんな。うん。ここで行きましょうか。ここで行きます。トム落とせるでしょう。これ、上司何倍だっけ？何倍か出てんだよね、上司。はい、はい、はい。あー、で、これ待って、回復落としたい。こんな感じか。いや、で、バインド効かないの結構激アツだな、リーダーとして使ってて。で、色欠損はし、してるか。ただ今、殺生丸が、60万火力超えてたな。オッケー、なんでこれ11個でいけるね。今11個だったもんね。で、2面にしときたい。あ、待って、ミスってる。あ、ミスってない。こう組んで、こう組んで、で、火落としたい。火落としたいです。こう組んで、うん、悪くないんじゃないかな。悪くない。いや、そう、前動画でアヌビス使ったんですよ。多分動画出てると思うんだけど。おお、すげえ。そうか、キラーか。アヌビス使ったんだけどね、アヌビスの、なんて言うんだろう、爽快感なんかかっこいいな、言い方。ただコンボ組めばいいっていうだけですげえ、すげえやりやすかった。
なんか今こういう十字とかでさすごいパズルがなんか普通にできないじゃないですか。普通にできないっていうか、なんだけどアヌビスの本当にただの平積みでいいっていう感じがすげえ楽で楽しかったな。やっぱアヌビスっていいよね。これジルレガート使うか。これ十字3つくないと負けだね。負けです。待って、これ絶対決めないとダメなやつだ。危ねえ。オッケーで次先生あるんだけど、確か割合の先生しかいなかったはず。ダメージの先生いなかったんじゃないかな。オッケー、ナイス。うわ、1000万出てる。やっぱ火力自体はそう結構出んね。うわ、オッケーだけど、オッケーだけど、これで毒落ち込んで死ぬのとかも最低だからね。そういう待って、でも毒落ち込んくる確率ほとんどないに等しいもんね。オッケー、いいんじゃない。で回復プラスあれ、うわー、あでも自動回復でけえな。アヌビス入れてる理由が指っていうのもあるしっていうか指かな、指。オッケー、いいんじゃない。で私結構高齢でね、お邪魔を残しちゃうっていう癖があるんですよ。あ、そうか、回復倍率も乗ってんのか。激アツだ。いや意外と強いかも。今回初めて使うんだけど、ビスるか。ビスって早めにこれなくしといた方がいいね。で意外とね、殺生丸さんがさ、火力出るんですよ、 2way の。なんでできるだけ 2way 入れておきたいんだけど、私のパズル力的にそんなことはあんまりできないものでして。いいよ、いった、これはいった、ナイス。いいね、この超覚醒っていうシステム、意外となんか賛否両論あるかもしんないけど、意外とありかもしんない。なんかこれのおかげで余ってるプラスとか、まあ私全然余ってないんだけどさ、もし余ってる人いたら結構消化できて割といいシステムなんじゃないかなって最近思い始めてきた。ちょ、上からでごめんなさい。はい、いや待って、これワンチャンリミットバースト、本家リミットバーストくんな。危ねえ。一回攻撃色は消しません。でこれあれか、下の方に確かキー作ってくるよね。なんで上の方になるべく残しときたいんだけど、難しいな。いや残せてない。スーパー下手くそ。オッケー、いいよ。おわっ、なさボーイ、くそ。まあしょうがない、今のは私のなんかいろいろパズルがひどかったな。こう組んで、どう、いいんじゃない。これは多分落としたと思う。さっきだいぶしょぼくてこれだったもんね。なんで今回結構しっかり組んでるから、ナイス。あ、いけねえのか、どうしよう。これ使おうか。7ターンかな。7ターンで使えるのほんといいよね。私の30何ターンで使えるんだけど、結構ターン激重なんだけどさ。あ、で、2ウェイ入れよう。殺生丸いかそう、殺生丸。オッケー、これは多分落としたはず。で、貴族性急所もいないもんね。殺生丸の2ウェイが生きるはず。いって。いいね。殺生丸確か杖3つ持ちかな。で、ここで1回選びます。十字2つは欲しい。で、プレドラ戦ではね、プレドラ戦でなんとしてもっていうか、十字3つ決めないと厳しいもんね。はい。うん、いいんじゃない？十字3つ、必須だよね、必須。1回でもミスったら、この HP 的に受けきれないもんね。あ、やべ、これ積んだな。あ、やべえな、これ、ほんとに。どうだろう。いける？なんかコンボがだいぶしょぼいけど。1、2、3、3コンボ、4コンボ。5コンボいける。いや、いけるね、全然余裕だ。で頼む、2ターン脇出てきて、2ターン脇出るでしょう、出る。あ、でも、あ、出た、光激アツだ。で十字3つ目お願い、あるね、ある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 。オッケーです、いいよ。危ねえ。うまい。この形好きだな、ナイス。で、追撃の色も欲しいなと思ったけど、あるな。うわ、いけねえんだ。
え、いけないんだ。結構企業秘密だな。ここでも回復倍率確か乗ってますもんね。乗ってるんで、ここ闇を大量に消してもいい。もう常に回復重視。回復さえ残せば OK。ワンパンはされない。確か上司回復倍率だよね。OK。倒せねえんだ。また、いやでも今コンボも悪くなかった気がするんだけどな。ここはどうしよう。早送りでいいかな。ちょっと待ってね。一回早送りもちょっと。一回回復2セット。不安なんで。不安なんで一回2セット。あ、全然1セットでいけるね。1セットでいける。それがわかれば大丈夫。ただここで消されそうだな。OK、ナイス。1セットで。それならもう早送りでいいですかね。ちょっと早送りします。よし、これ光いなかったら積んでたかもね。片方光プレドルで結構運が良かった。で、ここ追撃しつつ倒したいな。ただそんなうまくいけるかな。一回火は全部、いや全部は無理か。ある程度処理して、で、緑がね、常に落ちやすくなってんだもんね。火か、火。オッケー。これで追撃の色欲しいな。追撃の色あるのか。十字二つ。いい、完璧だ。よく来たね、この盤面で。指これ何秒あるんだろう。今終わったら見てみようか。結構リーダースキルの恩恵もあって割とあると思うんだけど、なんかそんなにめっちゃ長いっていう感じはしないな。はい。うわ、うまい、うまい超うまい。今めっちゃうまかったね。なんか自分身長一番うまかったかも。 OK、 ナイス。順調よ。めちゃめちゃいい。んで、ここも多分十字二つあればフレンド様の神キラーでやってくれると思う。いや、マジすげえな。結構これさ、ジルデガーデだっけ、なんかそんなやつ来て割とすぐ動画撮ってんだけど、このタイミングでスキルまで110レベルまで上げてるって相当、相当すごいですよね。ナイス。で、いきます。ソティス出ても一応、あいつコットンちゃんがいるから大丈夫。パズル悪くない。なんか最近ちょっとパズル上手くなってきた気がすんな。ナイス。で、でも出てほしくねえな。あいつは。出ないで、あ、やっとやっと自分のジルルルと溜まった。うわ、そうだよね、そう簡単に試させてくんないよね。あ、待って、これつながるな。あ、超安全に行きます。あ、でいうか落としになってるね、火が。いいよ、めちゃめちゃいい。で、次は割と耐久ゾーン。この回復の倍率かかってんのでかいな。なんかプレドラ戦でそれを感じた。この子は OK。で、どっかでこのさ、木落ちやすいやつ誰かなくしてくんないかな。いやいや、嘘、なくしてくれるって言ったらもうビッシュ抜くらいしかいないわ。ちょ、嘘です。あいついるか、ヘラウルズ。いや、なんで全然なくさなくて結構です。一回これで殴ってみようか。よいしょ。オープンで、おー、すげえ、なんかパズル本当になんか上達してる感がある。落ち込ん。オッケーです。いい感じ。何秒だ。あ、10秒もなんだ。いや、国分卒業しちゃったよね。みんな見た、ちょ、言っちゃったんだけど。いや、結構卒業してほしくなかったな。別にそんなファンってわけじゃないんだけど、なんか唯一無二感があったじゃん、あの中で。唯一無二じゃねえや、一人だけさ、もうずっといたじゃん、あのだ、18年か19年。それがなくなるって結構悲しくない？みんなある？なんか18年か19年やってたことがなくなるみたいな。セシルかな。さすがにいけねえよな。十字っ子 2.5 倍？ 2.5 倍の。あ、でも25倍出んのか。多分25倍だよね。十字っ子で。もともと2倍で 2.5 倍で5倍、5倍、25倍。25倍出んならいけるか。いきます。追撃。頼む、落ち込んでなんか爆発来て。そう、こういう時こその木の落ちやすいやつですよ。やべ、なんかパズルしょぼい。頼む、落ち込ん来て。頼む、倒したい。木落ち込ん5個くらい来い。1個。行ってくれ。よし。狙い通りだ。結構この、あれをしたかったんですよ。いや、待って、それなら半分切ってくれよ。どうしよう。変に削りたくない。変に削ったらあいつダダダダダくるもんね。ただ1ターン目はバインドって決まってんだよ。
いや、これ闇残すか。闇残そう。ちょっと怖い。変な闇落ち子あると結構怖いですよ、そうか。はい、はい。いいんじゃない？いいよね。重視子だと半分も削んないんだ。で、ここで落とそう。ここで落とせるね。いや、でも怖いな。2体ない。いや、でも2体なくても十字2つはいけるな、さすがに。ここはあんまりビビる場面ではない。いや、いけるね。これで無理なら結構ドンマイ的な感じ。で、このゲームね、グリザルでさ、なんか自分に有利なやつだったらなるんだけど、こういうのは上書きしてくんないんだ。おお！で、今気づいたんだけど、アヌビスにエスカマリ継承してるから、この機能落ちやすいやついつでも消せることに今気づいた。OK、いいんじゃない？ 2 つであれば、無理だな、ここスキル使わざるを得ないな。スキル使うなら今のうち使っとくか。ジルちゃん使うか。多分これ倒せないと思う。倒したい、倒したいけど多分倒せないんじゃないかな、これ。無理だよね、きっと。理想は倒してほしいんだけど、これで光落としなんねえか。押し込ん！やだね、これちょっとミスったな。いけんだ。いけんならいけんでいいや。ナイス。危ねえ、セシルに遅延振っといてよかった。セシル使います。セシル打って。むずいな。十字2つでいいかな。これ変にさ、3つ狙いに行くより2つで全然火力的に足りると思うんだよ。なんで変に攻めるのは逆に良くない気がします。いいんじゃない ?OK だね。 OKOKOK で色も欠損してないね。 OK。 いや、欠損してんのか、闇がねえのか。出る敵に女わーっと光が、うーわうーわうーわ、光があと1個あればな。マジか。待って、どうしよう。光があと1個あるだけでだいぶ違った。12345、5個あったわ。追撃でいけるな。いけるいけるいける。あったね、色。マジでリアルに無言になります。ここ喋る余裕ないです。ここ本当に、ここ本当集中します。ここマジで喋んないでいきます。OK、 いいんじゃない。いった、これはいった。いい、いや、うますぎ。今のはうまいね。あぶね、色あってよかった。ここやべえ、ここ本当に。よっしゃ、待って、これは勝てる気がする。これはいける気がします。思ったけど今ヘラ出てたら負けてたね。ちょ、ヘラ出てたら負けてたわ。そこ許してください。ヘラ出てたら負けてたね。ごめんなさい。ちょ、ごめんなさい。アヌビスか、ジルデカード。で、アヌビス継承ってヘファスト出た時に使いたいから、これ使います。で、ワンチャン十字落ち込む。ナイス。ナイスだね、ナイス。で、十字2つ組めるね、2つ組める。オッケー、オッケー。ナイス、ナイス。きた。これなんか優しいドラゴン出て、優しいドラゴン。うお、ある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 、完全に探検隊。オッケー。コットン使えば風神たまんねえか。十字何個できんだろう。もう殺生丸の陣だよね。陣次第だな。ここはヘラドラ出てたら負けてました。これ使います。12345678、ダメだ、どっちも2つしか盤面的に組めない。なんで2つ使います。
3つあればワンチャン3つ攻撃も考えたんだけど、盤面的に組めなかったんだって。それはそれでしょうがない。はい、これでどれぐらい削るか。うおー、十字落ち子。ここで決めるか。ちょっと待って、一回風神使います。あ、待って、どうしよう。うわー、待って、十字落ち込んか。まあ、確かに来そうだったね。どうしよう。これ使って最低コンボしたい。お、あれ、あれ誰だっけ、エスカマリって誰か言ってなかったっけ。まあいいや。1,2,3,4,5 OK、 2つ組める。あ、待って、 1,2,3,4,5 OK、 十字3つ組める。3つ組めます。3つ組めるね。3つ組めるけど難しいな。ちょっと盤面があんまり自分があれな盤面じゃない。ちょっと待ってね、十字盤面的には3つ組める。1,2,3,4,5 あるね、色。わ、すげえ、ちょうど十盤面じゃない、全部ガチだ。ちょっとね、ごめんなさい、早送りしないです、ごめんなさい、本当にうざってね。ごめんなさい、ごめんなさい。落としたんじゃない、これ言ったでしょ、相手闇だしね、闇だし。落ち込んで変なのいらないよ。ナイスナイス、いい。で十字は2つしかねえのか。ただ運よく、あ、待って、これセシル使えるな。コットン使えば、コットンセシルいけます。オッケー。色はあるのか、色はある。どこに組むかだな。いや、組めてるけどコンボ数がしょぼいね。ただワンパンはいけんじゃないかな。ただこれでさっきプレドラ倒せなかったよね。プレドラいけてなかったですよね。オッケー、いけるね。カムキラーが効いてたのかもしれない。よし、いや、どうなんだろう。なんか結構運にも助けられたがあったね。ヘラ対策も正直忘れてたし、なんか強いのかもしれないけど、やっぱサブだな本当に。多分これだと厳しいんじゃないかな。十字2つだとできたら倒してほしいんだけど、無理かな。あ、いけた。オッケー、わかんないけど、誰かが多分貫通してた。なんで、いつかね、スキル上げしたいんだけど、なんか、ルシャナならさ、ターン上げも考えたんだけど、今回ターン上げ厳しいんじゃないかな。ちょ、わかんない。なんか、動画上がってる頃にね、いい編成あったら、パクりたいなと思います。はい、終わります。バイバイ。